皆さんこんにちは。僕はですね、今南米チリの首都サンティアゴに来ております。サンティアゴの街を一望できる山に登ってるんですが、すごい景色綺麗ですね。もうこのサンティアゴっていうのは、アンデス山脈をはじめ山々に囲まれた街ということで、もうすぐ街を挟んで山を見ることができます。で、3週間近く滞在したこの南米なんですが、今から日本に帰ります。東京の方に戻っていくんですけども、もちろんこのチリのサンティアゴから日本への直行便というのはありません。なので今回ですね、まずブラジルに移動します。ブラジルのサンパウロの方に移動して、サンパウロからアメリカ経由でね、日本に帰るという、もう今からめちゃくちゃ遠いね、移動していきます。で、今回この動画はですね、このチリのサンティアゴからアンデス山脈を越えてブラジルのサンパウロ、グアルリオス空港までの動画でやっていくんで、よろしくお願いします。で、今回利用する航空会社なんですが、南米を拠点に活躍している LCC ジェットスマートっていう、ね、航空会社使います。まあ、日本にはジェットスターっていうのがありますけども、ちょっと似てますよね。ジェットスター、ジェットスマート、今回ジェットスマートを使ってね、移動します。まあ、アンデス山脈を超えるフライトってめちゃくちゃ航空券高くてね、だいたい4万円ぐらいするんですよ。 LCC とかであってもかなり高額な路線ではあるんですけども、これに乗らないと日本に帰ることできないので、とりあえずですね、サンパウロまではジェットスマート LCC で移動します。ちょっと風が弱いんでチリ国旗もね、そこまでなびいていませんが、すごい多くの人ですね。なんかデートみたいな感じの方が多いですけども、家族連れも結構いらっしゃいます。この上までケーブルカーで登ってくることもできるし、バスで来ることもできるし、徒歩で来ることもできます。今徒歩で来たんだけどね、1時間ぐらいの山道ですね。結構大変だけど、まあまあまあ、来た達成感っていうのはケーブルカーとかバスよりもあるから。はい。で、今回のフライトなんだけど、明日朝なんですよ。6時のフライトなんで、今日も今日とてまた空港泊します。まあ、この後晩飯このサンティアゴの街で食って、まあ、夜遅くにですね、サンティアゴ空港の方にバスで移動します。で、そこから空港泊して、明日朝一のフライトでサンパウロを目指すという感じですね。ということで、よろしくお願いします。一旦頂上まで来ました。めっちゃ雲綺麗。この雲と山々の景色いいですね。融合、人がね、多すぎる。まあ、今日日曜日っていうのもあるんですけどもね。いや、いい運動になったわ。まあ、今回の旅行結構割とずっと運動してましたけどね。いや、長かった南米旅行もこれで終わり。あとはね、日本に帰るだけですけど、結構大変な道のりです。サンティアゴ国際空港の方に移動してきました。こちら第2ターミナルですね。国際線はね、第2ターミナル使っています。ただいまの時間帯が午後11時前ということなんですが、今回利用するジェットスマート航空ウェブサイトあるんで、オンラインチェックインできるかなと思ってサイト踏んでみると、まさかのサーバーが見当たりませんということでね、オンラインチェックインすることもできないというか、航空会社のサイトすらね、開けないような状態になっていました。大丈夫なのかって感じではあるんですけども、オンラインチェックインができないイコールボーディングパスをね、受け取らないと出発エリアに入ることできないんですよね。で、今回の便が早朝の5時発の便とかなんですけども、チェックイン開始がね、深夜の2時になるみたいです。なので、ちょっとそれまではですね、制限エリア外のここで待機することになります。もちろんこの空港24時間空港なんで、別に深夜時間帯でもね、いることはできるんですけど、今から3時間ここで待機はちょっと辛いね。まあ、幸いにも今コンセントを見つけてね、充電しながら待ってるところではあるんですけどもね、ベンチの数もかなり少ないので、って感じではある。まあ、でもね、LCC 乗るときはこういったことっていうのは妥協しないといけないので、まあ、仕方ないですね。はい、ということで、チェックインカウンターがオープンするのを、ね、しばらく待ちます。フライトスケジュール見てるんだけど、今ちょっと時間確認するとね、僕5時の便じゃなかったわ。このてっきり5時のね、JA 何便だったっけ、ジェットスマートのやつね、770便かなと思ったら、僕6時42分発だった。マジか、5時と思って動いてたわ。あー、そうなんだ。じゃあホテル泊まってもよかったな。めっちゃ後悔します。まだここに出てすらないね。6時40分ぐらいのフライトに今回乗ることになります。で、これ多分便ごとにチェックインもすると思うので、2時にチェックインできないよね。え、3時半ぐらい待たないといけ、3時半ぐらいまで待たないといけないかもしれない。あー、これはちょっと辛いな。仕方ないか。この空港ってラウンジないんですよ、制限エリア内に。一応ね、スカイチームのラウンジね、プライオリティパス使えるんだけども、スカイチーム運航便に乗る場合のみ使えるんですよ。なので今回みたいな LCC 乗る場合はね、プライオリティパス対応のラウンジ国際線ありません。サンティアゴはね、ラウンジ弱いね。サンパウロはだいぶ強いんだけど、やっぱそこで差をね、感じてしまいます。で、アラタムとかだったらね、もういつでもチェックインでもできると思うので、さっと中入れてゆっくりできるんですけども、制限エリア内の方、まあ、出国した後はね、結構ベンチもあって快適なんですが、外はね、ベンチも少ないし、
夏には結構しんどいかもしれません。まあでもそんなこと言ってももう仕方ないので、とりあえずチェックイン開始の3時半まではねここで待機します。 YouTube ライブとかして待っとこうかな。あれからですねだいぶ時間が経ちまして、ただいまの時間が午前3時18分になっております。 YouTube ライブねお付き合いいただきありがとうございました。2時間半、3時間近く YouTube ライブしてましたけどもね、 YouTube ライブ本当時間潰せるんで助かります。最初パソコンでちょっと仕事してたんですけども、肩こってね、あの椅子なかったんで地面座ってたんですよ。で体勢悪くて肩こったんで、これはちょっときついなということでライブしてたんですけども、ライブはだいぶはかどりましたわ。はい、ありがとうございました。3時間ね、日本時間で真っ昼間にやってたんですけどもね、まあ、僕のライブでは結構珍しいですね。僕結構 YouTube ライブやってるんですけども、割といつも深夜2時とか3時にやることが多いので、存在を知らない方も結構多いのかなと思うんですけども、今日は真っ昼間にやりました、日本時間でね。はい、ではこちら目の前が、ジェットスマートのカウンターなんですが、結構並んでるんですよね。で僕が乗る便以前の便のチェックインをすでにしていて、僕の便はね3時40分からチェックイン開始なんですが、もう今から並び出すと多分ちょうどいい感じになると思うので、もう早速ですが今から列並びます。今回預け荷物ないんで、本当だったらね機械でできたらキオスク端末でチェックインパッとやって航空券受け取りたいところではあるんですが、残念ながらチェックイン端末自動チェックイン機使えないので、これ並ぶ必要があります。預け荷物がない場合はこの横のですね普通にチェックインする列だけでいいみたい。ああよかった、こっちの長蛇の列に並ぶ必要はないみたいですね。ということで3番目なんですぐ終わりそう。ではチェックイン行ってきます。ブラジルに関してはビザは何もいらない、てか今回できれば入国したくないんですけどね、乗り継ぎだけなんで、まあそれはちょっと到着してからの確認です。サクッとチェックイン完了しました。いや今回なんですけどね、窓側お願いしたらね分かりましたということでねやってもらいました。グラシアスということで、早速ですが出国しましょうか。搭乗開始6時7分で今の時間が3時36分、あと2時間半ぐらいあるんですが、さっきも言いましたが中入ってもラウンジ使えません。プライオリティパス、スカイチームラウンジっていうのがプライオリティパス対応なんですけども、スカイチーム運航便に乗る場合しか使えないんですよね。なので今回ちょっとラウンジなしで中でね普通にベンチで待機しようと思ってます。確かマクドとかあったんで、ちょっとマクド行ってねコーヒーでも飲んでコンセント借りて待とうかなと思ってます。はい、ちなみにこの空港なんですが、制限エリア外のレストラン、お土産屋さん普通に24時間オープンしています。なのでまあ空港にて食べ物に困ったり飲み物に困ったりとかすることは一切ないですね。横にマーケット、まあ、売店みたいな、まあ、売店とかコンビニかなとかっていうのもあるんだけど普通に営業しています。いいね、ちゃんと24時間空港はちゃんと24時間営業してる店がちゃんとあるので。たまにね空港だけ空いてるけど店何もやってないみたいなパターンあるんだけど、あれは結構殺風景で寂しいですからね、こうやって夜中でも営業してる店があると心強いです。よし、ということで、チリ出国しましょうか。ありがとうチリ。なんかイミグレ結構混んでそうだけども、保安検査イミグレ行ってきます。イミグレ抜けて保安検査抜けました。3、40分かかりましたね、結構待ちました。誰もの時間4時20分前ということで、搭乗開始まであと1時間40分まだ時間あるんでね、マクドの方まで行きましょう。保安検査抜けるとウォークスルー型の免税店がバッとね続きます。まあ、最近このタイプの空港増えてきましたよね。まあ、特に買い物はないんでスルーです。毎回毎回結構混んでるわこの時間でもね。約3ヶ月前はですねこの空港からスカイ航空を使ってサンパウロに向かいました。まあ、あの時も言いましたけども、この空港、まあ、この中央エリアにバッとね店が集約されているのかなと思いきや、奥の方にもポツポツとね飲食店もあります。いや制限エリア内の方が開放的でいいですね。搭乗券が発行できていたら早い段階でこの中入れたんですけども、まあ、今回はねカウンターが開くの待たないといけなかったということで無理でした。制限エリア内の店は、まあ、一部店舗は営業していない。あ、罪ある罪、ビジネスブランドだ罪。エアインディアのビジネスクラスのアメニティですね。今回もゲート C なんで奥の方になります。なんかずっとね音楽かかっててすごく雰囲気はいいですこの空港。いや本当に、ね、いろんなレストランあるからどれか1個でもいいからねプライオリティパスに対応してると嬉しいんですけども、全レストランプライオリティパスは対象外です。このガラスの奥は到着のエリアになります。出発と到着は動線ね別なんでご注意ください。いやこの空港無駄にでかいんですよ。そんなにゲートとかは多くないしフライト数もめっちゃ多いってわけじゃないんだけど、空港はすごくでかいのでこういうね長い通路とかっていうのはちょこちょこあったりします。
いやもう今日はね3時間半ぐらいのフライトなんで、機内では爆睡します。一応窓側なんでもたれかかってね寝ることはできる。機内サービスとか正直なくていい。LCC だからあんのかどうかすら分かんないけど、もう離陸前に寝てまうかもしれないですね。奥の方までねずっと歩いてきました。今回なんですが C の6時52分発は C の3だったかな。一応インフォメーションは4時22分に出す出てますけども、確か C の3だった気がします。はい、なので目の前ですね。この奥もいろいろとあるんですけども、どうせラウンジないんで、今日はですねこのマクドナルドでコーヒーだけ頼んでコンセント借りようと思います。はい、っていうのをしてる方が結構多そうですね。ありがたいマクド、全世界にある、まあ、全世界ではないけどね、ない国もあるけど、まあ、大体どこの国にもありますからねマクド。安心安心。はい、ということでコーヒーだけ買ってちょっと休みましょう。結局コーヒーとチーズバーガーとねポテトの S 買いました。これでね大体700円弱するんで結構高いね。だいぶ空港価格になってる。チリ全体的には物価安いけど、ちゃんとしたレストランとかに入れば結構高いです。ブラジルもそうだったけどね。ブラジルやチリでとにかく安く過ごしたいんだったら本当飯とかは市場とかで食べる、これにつきますね。マクドナルド出ました。いやね、充電お世話になりました。結構マクド寝てる人もいましたけども、今の時間帯はですねちょっとフライトの数も減るのかな。だいぶ出発していったみたいで結構ガランとしています。まあ、こんな感じでベンチはいっぱいあるし充電スポットっていうのもあったりするんで、まあそんなになんていうのそのね待つのが快適じゃないかって言われると別にそんなこともないです。結構天井も高くて開放感のある空港ですね。ただこういう動く歩道とかはねちゃんとあるんだけど止まってて使えないんですよね。多分そろそろ搭乗開始なんでもうゲートにいようと思います。3時間半ぐらいかな、寝よう。この後サンパウロ着いたらちょっとやらないといけないこともあるので、機内ではしっかりとね睡眠とります。ゲート前に来ています。サンパウロ行きの JA778 便ですね。6時52分発です。まあ、アメリカもそうですけども南米でもねこういった中途半端な時間の出発っていうのはありますね。今回はゾーン3で搭乗です。搭乗開始の時刻になったんですが、ゲートくぐってここで待機ですね。もう前回スカイウォークの続きは全く同じだった、ここで待たされた気がします。今回の機材はエアバス A321 かな。ちょっと背負うか寝ようかちょっとまだ機内入ってから確認しますけども、ジェットスマートはね、エアバス A320 シリーズしか持ってません。全クラス、エコノミーのみですね。やっと飛行機乗れます。もうね、半袖に着替えてるんで、ボーディングブリッジめちゃくちゃ寒かった。なんとか飛行機乗れます。今回12列目の F なんで、それなりに後ろかな。まあ、LCC らしく革張りのシートです。ジェットスマート、機内入りました。座席はですねエアバスの A320 シリーズということで3プラス3のシート配置です。前方3列はねなんか若干足元広いシートになってたけど、そんなに差はないと思います。で今回の機材なんですけど、こちらですねエアバスの A321 のネオになりますね。321だったわ。ネオシリーズ比較的新しい機材ではあるんですが、まあ、コンセントとかね USB ポート充電設備はありません。ちょっと本みたいになってるね。安全の修理です。で今回12列目の F ということで窓側です。座席はですね特に何も言うことはないんですが、まあ、テーブルは、ね、背面テーブルになっていて、足元は拳が1個分ぐらいかな。でね、これ座席ポケットのところに前の乗客のチョコレートのゴミが入ってる。ちょっと清掃はほぼしてないって感じかな。ちょっと残念だねこれは。僕のチャンネルでも何度も紹介してるアゼル航空とかは結構サービスいいんですけども、ジェットスマートは果たしてどうでしょうか。サービスあんのかな。そもそも機内販売のメニューがあるから多分有料だよね。まあ、その辺も軽くレビューできたらなと思ってます。まあ、地味に長いからね3時間って。
まあ、日本への一発目のフライトは LCC でアンデス山脈越え、サンティアゴからサンパウロ、今回グアルリオス空港に、ね、向かいます。もうね、出発時間なんですけども、なんか斜め左前の席ちょっとトラブってんのかな。まあ、なんとか多めに済ませれそうですけども、はい、ということで穏便に進んだみたいです。よかったよかった。はい、ということでもうだいぶ明るくなってきてますけども、もう間もなく出発できます。荷物棚に荷物が乗り切らなかったみたいで貨物室の方に運ばれてます。 LCC はね、これあるあるなんですよね。みんなできるだけ機内に持ち込もうとするので、棚がいっぱいになっちゃって入れることができない。で、結果的に貨物室に回されるっていうね。だから LCC の時はできるだけ早く機内に入るってことが大事です。あの、普段フルサービスキャリアとかでもそうですけど、優先搭乗ってね、荷物棚を使いたい時非常に便利なんですよね。さっと乗れると好きに使えるじゃないですか。後から乗るとね、もう荷物棚がいっぱいになっちゃって使えないなんてこともざらにあります。なので、あの、特に LCC の場合はね、機内に持ち込む方多いので、早めに搭乗するようにしましょう。いや、やっぱね、トラブってたみたいで一人乗客降ろされましたね。強制降機ですね。なんかフライトの親友みたいな方と今前で喋っています。午前7時ドア閉まって放送されてます。無事に出発できそうです。チリとブラジルは時差が1時間ですね。ブラジルが1時間進んでるんで、今ブラジルは朝の8時です。今一気に離陸していってますけども、7時2分プッシュバック開始。隣ラタム航空のエバ製320かな。行きはね、サンパウロからラタムのビジネスで行きましたけども、帰りは LCC。 もう完全にね、明るくなっちゃいました。もう間もなく離陸します。この空港はラタム航空だらけですね。もうただいま時間はね、午前7時半ですね。先行する飛行機で渋滞してるんで結構時間かかってますが、もうそのね、順番回ってきそう。普通に寝てた。普通に7時半ですね。ようやく離陸できます。普通に寝てたわ。ラタムもいるし、完全に朝です。ではサンティアゴ空港離陸してグアルリオス空港に向かいます。
通にね、サンティアゴ空港離陸着陸の前とかはね、かなり景色綺麗なんで、外のね景色に注目してみてください。離陸して大体5分ぐらい経過しました。すごい雲海みたいになってますね。サンティアゴは山々に囲まれた町なんでね、アンデス山脈。あ、眠気限界、寝よう。離陸して寝てたんで全然気づかなかったけど、機内販売とかもしてたみたいですね、はい、全部有料になっています。無料で提供されるものはありません。クレカとかも使えるみたいですね。ということで今8時40分、離陸してから1時間ぐらい経ったから、眠たい、寝る。おはようございます。普通に爆睡しました。離陸してから2時間半ぐらい経過したのかな。もう間もなくですね、サンパウロ国際空港に向けて最終の着陸態勢に入ります。もうだいぶね高度も下ろしてきてますね。今ちょうどブラジル時間で午前11時過ぎてます。ずっと寝てただけのフライトでしたけど、まあ、LCC はねこれでいいっすよ。グアルリオスなんで逆でいいっす。このまま乗り継ぎの便もねグアルリオス発なんで、サンパウロには2つ空港があります。ただし、まあ、今後にするのは国内線のみなんで、国際線は全部グアルリオスですね。飛行機は今ブラジルのサンパウログアルリオス空港に向けて最終着陸態勢に入りました。この席いいね、ちゃんと翼エンジンしっかり見れるんで結構好きな席です。12列目。サンティアゴも十分都会でしたけど、やっぱサンパウロにはかなわないですね。ずーっと奥の方まで街が広がります。サッカースタジアムとかも上から見ると綺麗ね。サンパウロ見てもらったら分かる通り、本当ね高層マンションとかがボコボコ立ってるんで、多分ね想像の10倍ぐらいは都会だと思うよ。街は交通渋滞がね激しいですね。特に空港周辺への道はなんか常に渋滞してるイメージ。街の
ルサービスキャリアはね第3ターミナルなんですけど、 LCC と国際線とかはね第2発着が多いですね。欧米の航空会社がずらっと並びます。南米と欧米を結ぶ飛行機ってどちらも夜発なんですよね。なのでヨーロッパ、アメリカから到着した飛行機っていうのは朝このねサンパウロに着いて、夜までねこのサンパウロの空港で留め置かれています。で夜になると、まあ夜というか夕方以降ですね、またヨーロッパやアメリカに向けてバンバン出発していくっていう感じになるんで、このサンパウロ空港でいろんなアメリカやねヨーロッパの航空会社の飛行機日中はね見ることができます。今ここにいないけどブリティッシュやアメリカンとかデルタ、そういった飛行機もね違うところに留め置かれてますね。スポットをつきました。隣にはね以前乗ったスカイ航空が止まってます。あれも A321 ですね。おお、ちょっと衝撃がありましたけども、無事に到着、降機しましょう。飛行機降機しました。今回ね乗ってきたエアバス A321 ネオはこちらでした。 Z スマート航空、まあ、ほとんど寝てたんでね記憶あんまないんですけども、まあ、あっという間に着きましたね。3時間半ほどのフライトでした。この航空はまた折り返し、多分サンティアゴ行きになると思います。まあ、この Z スマート航空はねサンティアゴ拠点の LCC になります。はい、ということでお疲れ様でした。奥にユナイテッドと、またその奥にエアカナダいるね。多分あのエアカナダ異変圏なんじゃないかな。この前乗ったブエノスアイレス行きとかかもしれない。本当ねこの南米っていうのは異変圏フライトも結構多いので面白いなって思ってます。はい、でですね今回なんですけども乗り継ぎなんですよね。でこのまま国際線に乗り継ぐんですけども、入国しなくても乗り継げそうなので、このまま今第2ターミナルなんですけども、次のフライト第3ターミナルなんですよね。まあ、そちらの方に移動して、まあ、乗り継ぎの動線というのも紹介してこの動画終わりたいと思ってます。乗り継ぎ用の保安検査を抜けました。乗り継ぎカウンターとかはないので、航空券ここから先持ってない場合はねここ利用することできないですね。今回僕はもうこの先のね航空券というのもオンラインチェックインして持ってるので、普通にボーディングパス見せて通ることができました。でこのまま次のフライト第3ターミナルなんで、第3ターミナルへの移動ですね。もしオンラインチェックインできない場合とかは1回入国して航空会社のチェックインカウンターに行かないといけないので、ちょっとめんどくさいですね。はい、結構歩きそう。第3ターミナル D2 から D3 結構遠いからね、普通に、まあ、歩いて向こうに向かいます。あ、こういった無料のバスもあるんだね。まあ僕は歩きますわ。まあ、今回の動画はですねここで一旦区切ろうと思います。本日はですね奥に止まっている Z スマート航空を使いまして、チリサンティアゴからサンパウロまでの移動でした。まあ、前から乗ってみたいなと思ってた LCC だったんですが、あの翼を見るとあんな可愛らしい鳥のねマーク描かれてますね。サンティアゴでは飛行機の機体見ることできなかったんで、どんな感じか全然分かんなかったんだけど、今初めて気づきました。はい、まあ、あの手前のスカイ航空の方が僕はどっちかというと好きかな、うん、って思いましたね。スカイ航空の方の雰囲気はなんか全体的に良かったのかなと思います。まあ、今回ねちょっと降機させられたお客さんとかいましたけども、まあ、とりあえずあの怒鳴ったりすることとかなく、まあ、機内が荒れたりすることはなかったんで、その辺は良かったんですけども、多分ね座席のトラブルがあったのかな。ほんで CA さんの言うことを聞かないから降ろされたっていう感じでしたね。はい、というわけで、まあ、この後ですね僕はあのこのサンパウロ空港で約10時間ぐらいかな、夜までちょっと仕事をしないといけないのでラウンジに引きこもろうと思ってます。でその後ですね本日夜発の便でアメリカを経由して日本に帰ります。まあ、次利用する航空会社は僕のチャンネルでは初めて紹介するアメリカン航空ですね。まあ、前から乗ってください乗ってくださいというコメントが多かった、ようやくアメリカン航空乗ることができるんで、まあ、それはね次回動画で紹介しようと思います。はい、あとはまあ Z スマート、まあ、LCC なんですけども、まあ、南米は非常に航空券高いです。うん、早く取ったから安くなるとかっていうのも正直あんまりなくてですね、直前に取ろうが早く取ろうがそんな値段は変わらない印象です。まあ、今回のフライトもね3万8000とか片道してるんでかなり高額でしたけども、まあ、もう仕方ないですからね、アンデス山脈越えのフライトは高いなと毎度思っています。はい、まあ、そんな感じで、今回の動画はこの辺で終わりたいなと思います。あ、ちょうどスカイ航空出発していきますね。今回は南米、チリサンティアゴに拠点を置く LCC、ジェットスマート航空の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。